機械式の姿勢指示器。左端に速度誤差を示すファースト、スローインディケーター、下端に拡大ローカライザー指示器、右端にグライドスロープ指示器を平置。中央の紅白のバーは電波高度計に連動して上下に動く。姿勢指示器とは航空機に取り付けられる航空計器である。人工水平に姿勢にとも呼ばれる。AI、あるいは ありなどと略されることもある。姿勢指示器の投資図基本的な契機が統合表示されたガーミン製の PFD。背景全体が機械式の姿勢指示器の表示を模している。航空機の姿勢を水平線と比べて表示するようになっており、ピッチやロールを角度によって見分けることができる。また、外が暗く地平線、水平線が見えない場合や、 霧や雪が激しく地面が見分けられない時など視界が悪い時にも役立っている。空を青色か、水色、地面や水面を茶色か、黒色に塗り分けた玉を背景に持ち、手前に表示された時期のシンボルマークとの対比で時期の姿勢を視覚的に把握できる。時期のシンボルマークは景気盤面に固定され、背景の2色の玉が回転することで時期の姿勢を表現している。また、 角度を示す白色のラインも表示されている。固定翼機では揚力を得るため翼には向かい角が必要で、その度量を制御するためにピッチ調整が行われる。水平飛行中であっても当然に揚力は必要であり、飛行状況によって程度は異なるが、水平飛行中でもおおむね着手上げ姿勢をとる。そのため水平飛行中の姿勢指示器は必ずしもピッチ水平を示さず、 水平飛行の指標には用いられない。水平飛行の指標には別計器である、昇降率計を用いる。かつてはジャイロスコープを使用した機械式の姿勢指示器が主流で、ボーイング747クラシックのような大型機では、犬や犬と呼ばれる、完性広報装置内ユニットからの姿勢信号をアナログ景機上に反映させて表示していた。グラスコックピットの登場により、 プライマリフライトディスプレイへ速度計、高度計、昇降計とともに統合表示することが可能となった。また、旧来の姿勢指示器と同じサイズで表示が液晶化されたケーキが交換用として販売されている。現在は航空機のコックピットがグラスコックピット化されていて多くの姿勢指示器がデジタル化されている。しかし、デジタル化されたケーキに電源が切れるなどの 緊急事態が発生した際のために予備計器として旧式のジャイロスコープの姿勢指示器も設けられていることが多い。高度計や速度計も同様に予備計器として旧式のものが取り付けられていることが多い。しかし、ボーイング777以降の世代の航空機では予備計器も非常用電源を使用するデジタル計器を別途設置するようになってきている。 小型機ではエアージャイロ式ならば電源がなくても稼働可能電気ジャイロ式でも非常用電源でそのまま動くようになっているため予備の姿勢指示器を別途備えているものはあまりない。ありがとうございます。